とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン、若干難しいです。若干、難しい場所はあるけども、まあ、慣れてしまえば、いけるかなっていう、感じのところっすかね。うん。まあ、とにかく、若干難しいところはあっこ難しいよっていうことを、説明しながらいきたいと思います。まあ、序盤は全然ね余裕ですね。序盤余裕で1回汚染された種取っていきます。スパイダーでもいいんですけども、まあ、今回はスパイダーなしでやるようにしてます。うん、ちょっとねあれ耐久力がね難ありなんですよね。うん、まあ HP 回復するので結構今回武器が強いシーズンなんで今回のシーズンとの相性はいい。うん、けども俺は今回反逆者を使ってやっていってます。 OK、 はい終わり。序盤はね本当この汚染された種がかなり使えます。2回何もいりません。序盤から中盤にかけてぐらいが、この種がいいんすよ。今シーズンって、クリーパーが湧くんすよね。意外と湧く。そこに、この種が、すごく役に立ってくれる。で、ここもね、OK、OK。いいんじゃない？ああよくないよ。よくね、よくね。すげえ落とした。種がねあるとここ結構楽なんですけども、ちょっとミスっちゃったね。当て方を。はいおしまい。うんうん、まあまあ種があると意外と楽にいけると思います。でここで羽取っていきましょう。羽があるとねちょっと面白い戦いができるんで、うん、ちょっと今回取っていくといいと思います。まあ、ないならないでいいですよ。ないならないでいいんだけど、ちょっと序盤から中盤にかけて、まあ、終盤でもね、まあ、使えるんですけども。OK、まあ、行きましょう。で、あと1回、ポップするかな。OK。はい、じゃあ先に進みましょう。OK。いいね。よし、いいんじゃない？いいね、いいっすね、気持ちいい。で、あと上に何体か1体いておしまいかだね。はい、4回クリア。続き剣を取っていきましょう。剣ですね。で、エンチャント雷さんでいいです。初期剣だとちょっとね不安があるんですけども、ここで剣を変えていくことによってだいぶ火力が上がって安定すると思います。 OK。 やっぱりこのね種よ、いいのは。 OK。 でここ箱がありますので箱を忘れないように開けていってくださいね。終盤結構、弓が役に立つ場合が多いです。その時にたくさん撃てるといいですよね。5回クリア。ここで、ウィンドボーで羽ピョンができるんですけども、取りません。実際1回取ってみたけども若干微妙でした。うん、アーティファクト強いやつがあんまりないのでそんな取らんでいいかな。で、ここで、傭兵のアーマーを上げていきます。傭兵、エンチャントは良くないんですけども、反逆者に変わった時の能力がね、なかなか素晴らしいので、今回は反逆者でいってます。危ない。結構クリーパー出ますので、注意してください。まあ、この種がクリーパー処理にすごく向いてるので使
かって言ってくださいね。オッケー、いいんじゃない。よし、まあまあこれぐらいであっちに行きましょう。ほんとね、クリーパーの処理に危ねえな。これ結構ね厄介な敵が多い。できるならダメージは最小に抑えたいけども、場所によってはちょっと難しいんだよね。 OK で箱あります、忘れないようにね。でこっちの雑魚を倒しておしまいです。意外と弓は矢かは残ってると思うんで、どんどん使っていっていいですね。はい、うまい、7回クリアで、ここで武器を星なき夜に変えていきましょう。槍でもいいけども星夜の方がいいかなと思います。火属性2の81ですね、これで十分で、ここもクリーパー出ます、注意してください。まあまあ星夜一発で倒せるんで大丈夫とは思うんですよね。 OK と、あとよし、じゃあ種があればさらに安定しますね。いいね、危ない、蜂が優秀、蜂優秀すぎ。はい、近い終了で、ここで乱射に変えていきましょう。で乱射のエンチャントがマルチショット2の連鎖反応1ですね、これが入ると普通の乱射もかなり強くなります。でここ、クリーパーが急に出てくることがあるので、まあまあ注意していきましょう、うん、まあ種とか使っていけばいい感じでいけると思います。あと蜂ね、うん、蜂が出てきてくれると違うよね。よし、いいんじゃないですか。ということで9回クリアです。蜂を取っていきます。バジーネストかバジーネストを取っていきます。まあ、タンクにもなるし、あの火力にもなるんで、蜂たちって本当にね優秀よね。でここ結構敵多いです、うん、で特にレイスがめんどくさいんで、まあ、早めに倒しておきたいところですね。で次の脇ぐらいで OK 蜂を出しててあげるといいんじゃないですかね。でこっちに出てくる敵を倒しに行きまーす。 OK ナイスタイミング。おっと、あのレイスがこっちに来なければいい。あいつが迷子になってくれるとちょっと良くないんだよね。よっしゃー、おいいね、おーナイス。蜂がねいい感じに敵を少なくしてくれましたね。でここでね武器をどれ取るかによって難易度が変わってくると思うんですよ。俺のおすすめはボーンクラブ、うん、怒りもいいんですけどね、怒りもいいんだけども、うん、道中はボーンクラブの方が安定するかなと思います。でユニークで傭兵を反逆者ですね、反逆者がとにかく強いです。エンチャント入れていきましょう、8、1、吸血1、衝撃波ですね、衝撃波は3まで上げます。でここですけどもプレステ版は上から倒していきます。よし OK、 うーんちょっとイマイチだったか。 OKこれね、羽があると面白い動きができるんだよね。おお、おしまい。ここ何もいりません。でエンチャント余ってるので衝撃波を3まで入れましょう。これで
火力としてはかなりいい感じになると思います。でここ敵多いですし、このね毒レイスがとにかくうざいです。なのでよし、あの毒のレイスには注意してください。本当ねダメージを一気にね受けてしまうんで、あいつ要注意ね。よし、おおお、いい感じじゃないですか。よし、あと蜂たちに、あーダメだ、蜂に任せようと思ったらもう無理か。えい、あれまだ終わりじゃない、あれいないぞ、いた、そこはわからん、そこはわからんって、もう変なところにぶっ飛んでましたね。はい、まあとりあえず行きましょう。バーストクロス取っていきます。エンチャントですけども、虚無とクリティカル11でいいです。行きます。さっきのところわからんわ、変なところにぶっ飛びやがって。でここもね、同じくタワーレイスが、あーミスった、変なとこ打ちだったわ。まあいいや、蜂に任せましょう。そっちはね OK で、こっちは俺が倒されていこうかな。 OK で、まだまだ湧きます。ここら辺はぶっ飛べ、落としたかったけどもちょっと落ちなかった。あと1回湧くっけ、いやもう湧かないか、あ、もう湧かないね。OK。よし。ということで、これで、おしまいです。なんか、今回倒し損ねてるやつが多いな。え、どこだ？そこか。もう。なんか変なところに迷い込むやつ多いね。ちょっとそれは勘弁してほしい。ここでパワーシェイカーと汚染された種変えていきます。では続いてボスですね。プレステ版は下からです。スイッチとか多分上からかな。まあ、パワーシェイカーつけて一気に攻め込めば、あっよし危ない、よっしゃ、はい終わり、はい15回終了。パワーシェイカーやっぱ強いね、何もいりません。あでね、この16回17回がちょっと難しいと思います。ここが結構難しい、16が一番難しいかな。とにかくこの辺りに集中して敵が出るので、この近くではあまり戦わない方がいいけども、エンチャンターも出るのよね。できるだけエンチャンターは先に処理しつつ、よし、この真ん中では戦わないようにする感じかな。ちょっと難しいんだけど、とにかくこのエンチャンターがここの鬼門です。1体ぐらい倒しきれれば全然いいんですけどね。次だったかな、ここで蜂を出しとけばオッケーオッケー、よかったね。うん、蜂を出してあそこをせき止めてればまあまあ大丈夫だと思います。どこまで行く、オッケー、うんうん、まああそこさえ倒せればまあまあ大丈夫かと思います。まだねエンチャンターいるんですけども、そこは問題ないかな。よっしゃー、であとは上の方だね。よし、多分ここでおしまいだと思います。よしで16回クリアですね。で乱射のクロス取っていきます。ちょっとここがね乱射じゃないときついです。うん、バーストのままじゃちょっと厳しいので変えた方がいいです。テンポシフトとあとは虚無
ですね。入れてください。でとにかく敵の動きを遅くしてあげて攻撃する感じです。 OK。 このテンポセットがね結構ここは役に立つんで、で下にエンチャンターが湧くんですよ。こいつを先に倒せればいい感じですね。よし、じゃあね、ここはね、ほんと下のエンチャンターがかなりクセモノなので、まあ、早めに倒しちゃってください。はい。まあ、このシーズン、ほんとね、16、17とあと20回ぐらいかな、が難しいと思うので、そこをなんとか突破してください。何もいりません。いきまーす。で、今日もですね、まあまあまあ、すぐ弓変えるんですけども、一応入れておいてください。で、ここは船の上にとりあえず待機して、まずここで倒していくと、いいですかね。で、下の方から、やつが来るので、一気に攻めて倒すと。OK。あとはもう、雑魚だけです。問題ないと思います。 OK。 いいね。しゃ、はい、18回クリアです。ちょっと強い敵もいるけどね、問題はないですね。で、爆発のクロス取っていきます。これ爆発強いです。ものすげえ強い、おすすめで。エンチャントですけども、テンポと連鎖をとりあえず取って、で、あと虚無です。うん。で、あと、連鎖反応をプラス1にする感じですかね。で、ここ真ん中あたりに、あ、やばい、クリーパー出るんですよ。ここ注意。OK。ちょっと食らっちゃったんですけど、あそこのクリーパーは、ちょっと注意していってください。結構やられる可能性が高いと思うんで、急に出てくるからね。終わり？はい。まあまあ、ここでの乱戦に注意してくださいね。ちょっとこっちの方にいると安全かと思います。蜂を置いたまま。はい。何もいりません。で、ここで、武器を上げていきます。まあ、不安な人は、防具でもいいです。うん。武器でも防具でもいい。ちょっと長期戦になりそうって思うなら、防具を上げていっていいし、うん、早く倒したいなら武器ですね。その分、耐久力は結構低めです。連鎖反応を上げます。倒し方ですけども、もうこれはもう地道に行くしかないですね。弓を撃って遅くした時に攻撃、よし、 OK。あ、当たってない。まあいいや、まあこれの繰り返しですね。地道に行きましょう。まあそんなにね、時間はかからないんで。うわっ、そう、どこ行った。よっしゃ、ナイス。 OK、 いいね。おっちゃん、これは弱点の修正切る。いまいちいまいちダメージ入らんかった。 OK。 でもこの後倒せるね。危ねえ危ねえ危ねえ、危ないよ、危ない。あ、食らってる、食らった。ちょっと強引に行き過ぎた、ごめん。よし、これでおしまいですね。よし、 OK。 いやいやいや、あんまり勝負を急ぎすぎるとダメっていうことっすね。失敗した、最後の最後に失敗した。お、勇者。いやでもなんか怪しいな。
良くなさそう。良くなさそう。多分火炎フォーカスか雷フォーカスじゃない。だよね、これじゃないんだ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。